上陸。港はあるよ。あ、そうだ。うん、こんばんざーい。今は一回やります。初めてお邪魔してます。お好み焼きパーティー。A ちゃんルームの皆さんもこんばんざーい。港ルームもこんばんざーい。指。よいしょ。今ね、今あの3人画角に映るから。いや。うわすごい、バンザイハウスの画角に2人がいる。どこ見たらいいか分かんない。あと推しカメラ、すごい推しカメラを皆さん存分に使っていただいて、お願いします。今日はリマがね、なんとなんだっけ、ホットプレートを献上してくれたので、献上しに来ました。みんなでやります。字でか、そう字でかくできるのに、でかって言っちゃった。こんばんざい、こんばんざい。これ文字見えなくない？一個も見えないね。うん、でかくしたら。どうやってでかくするの？え、なんかね、そう、設定からいきなり。あ、じゃあもう無理じゃん。確かに。一回終わらないと無理です。終われないね、これ。じゃあ、こんばんざい。ちょっと、エサーラの。途切れてもね。エサーラのコメントに関しては、まあ、頑張って読むんで、いっぱいコメントくださいな。うん。皆さんから見て、左手側にね、赤いバナーがあるんですけども、そちらから特典のコーと CD をゲットできるので、ゲットしてね。ね、かわいい。今日はね、オンライン楽市楽座のページじゃなくて、オンラインリリーベの特典購入ページから購入いただけます。はい、ちょっと SR もあのやったんで、そこから飛べると思います。お、さすが。ごめんなさいです。いいのよ、ちょっとね。で、今日から年賀状の受付も始まっております。うん、そうだ、やった。特典券3枚で年賀状が届くんですけど、欲しいメンバーの特典券を買って、で、備考欄に特典券じゃない、なんだっけ、年賀状って書いてください。うん、絶対これは。そうじゃないと動画が送られてきます。確かに。希望メンバーの特典券を買ってそうください。例えばリマとメイとササの年賀状1枚ずつ欲しいなって場合は、そうリマの特典券3枚、うん、メイの特典券3枚、うん、ササの特典券3枚買って備考欄にメイとリマとササの年賀状1枚ずつ希望って書いてください。でもその時は絶対に推しメンの写メを1枚買って10枚にして、あ、確かに10枚特典ももらった方がいい。お得だよ。確かに。そう、これは絶対だよ。うん、です。そして実は明日朝日ジュリアが誕生日なんですよ。おめでとう、それだけ。メルもね、メルもジュリメルの誕生日。なんかメルもさ、同じ誕生日なの初だ ね。メンバーで。あ、5月の、あ、チータチーズ以来。あ、そうだ、1日以来。チータチーズって目が言ってるからね、勝手に。でもすごいよね、365日だって被るってすごい。年賀状、ね、住所バレちゃう。大丈夫、もうバレてるから。うん、みんなね、頼んだ時点でバレてるからね。やろう、特典。イエーイ、お腹すいた。お腹すいた。先に避ける昆布食べちゃった。なんかもぐもぐ先にしてるから、何食べてんだと思ったら、昆布食ってる。大好きな避ける昆布。もうね、息を吸うように何か食べてるからね。そんなことない。じゃじゃじゃ。くれた。港に負けるようなホットプレート。そう。今オンラインリリーベが始まったよ。今ね。笹川ルーム、こんにちは。笹ルームでそれぞれ違う画角から配信してるけど、ちょっとコメントは全部読めないかもしれない。本当ごちゃになっちゃうから。年賀状凍ってね。年賀状レアだから。そう、オンラインリリーベ組の年賀状だけ、うん、今日は販売。ね、つけてたっけ？あ、つけてる。今温めてる。え、温まってない。うん、全然。もあれ？え？つながってないんちゃう？ちゃんと。あれ？説明書？あ、でも今刺さったから。あ、今から温まる。じゃあ、もちゃもちゃね。あ、暖かくなり始めた。あ、よかった。びっくりした、今冷たかったのに一瞬で一瞬でびっくりした。あ、本当だ。でしょ、お好み焼きパーティー。そうね、なんでお好み焼きなのか。私たち一回お好み焼き屋さんご飯食べに行ったことあるんですよ。そうだからなの、わかんないけど。それをイメージした。そういうこと。あと、あれ、じゃあさっちゃんがあのね、ひっくり返すかなって思って、そうした。いいね。ひっくり返させてくれる。そう、うん、そう、もうね、準備万端だから、ね。みんなでひっくり返そう。みんな一人。これ今100均で買ってきたから。さっちゃん用だよこれ。ちっちゃめ。一回目サイズ。そう、あの、いつでももうお家汚くなってもいいと思ってるんで。そんなバシャーなんない。なってたんだよ。そっちに飛び散るほど。
こんばんは。みなのしゅ。みなのしゅ。あ、みなとりまのバナーからはね、あの直接はオンラインリリースイベントのページは飛ばないんで、まずコスパニックストア公式グッズ販売のその下のバナーを左のね、うん、タッチして、ホームに行ったら行ける。そう、ホームに行ったら、そのページのホームに行ったら行けるよ。一番上に来てます。あと今日3人だからね、この3人の囲み写メとかも。そう、囲み写メの特典めっちゃレアだよ。そう、ね、メーリーマンサさん。ぜひゲットしてください。特典券3枚分購入して、うん、あ、いけるよ。3枚分だと、あれか、囲み写メだから、推し面の日付、そう、サインと名前がついてくるのか。そう、ついてくるよ。だね。だね。囲み写メ。おすすめです。今日も可愛い。ありがとう。違う画角こんばんざーい。あ、そう、みんな違う画角。すごいね。ガーリックハーブオール。うん？ガーリックフレーバーオイル。ガーリック。あ、ごめん。明日ライブじゃないよ。あ、ライブだ。明日ライブだけど。大丈夫。それまでには。バンザイハウスは雲の上だから大丈夫。そうそうそう。どういうこと？雲の上だから目なくなっさっちゃん、いいよ。めっちゃはじけてる。さっちゃん作って餃子焼いて。洗ったか。餃子焼かの先生、ね、いいよ、餃子焼く。そう、まず餃子食べようか今日。え、メインこっちじゃないの？リマからお好み焼きの具材何がいいって聞かれて、うん、餃子って答えた。餃子は具に入りますかって来たから検討しましょう。じゃあ周りで餃子焼こう。お餃子で囲むお好み焼き儀式みたい。儀式。どれぐらいの大きさなんだろう。ちょっと、はい、すべてはね、やってくれるから。サクスとか、これ大丈夫。2枚、2枚作るもの全部大きいよ、大体。実際一応4枚分す。4枚か、了解した。4枚分なのね。2枚かなって。めっちゃガーリックの匂い。すごいガーリックだね。ね、すごい、なんかサラサラ。え、なんか、うん、あ、え、ね、あんまりガーリックって知らなかった。あー、オイル。これオリーブオイル。キャベツ足んなかったかな、入れる量。ガーリックすごいね、サラサラしてね、お好み焼きがね、サラサラしてね、サラオって感じ。多分パンケーキみたいな。丸く成形。頑張って。あ、はい。そしたらいい。パンケーキだね、これ。パンケーキだね。緩かったってこと？緩いね。ちょっとね、流れてたよね。パンケーキみたい。粉足す？粉足す？キャベツ足す？粉足す？粉足す？キャベツ？これはじゃあ、これはじゃあパンケーキっていうことで。キャベツも足していい？最初だからね。美味しそうです。一応ね、分量通りにはしたんですけど。こんなもんなの？キャベツかな？確かにさ、なんかこんばんざーい。お皿いっぱいにキャベツみたいなイメージない？うん、かわいい。これとかわいい。これもう裏返すの。揚げ玉とか入れて。入れてない。まだ入れてない。あれどこ行った？あ、ここ、ここに固まってる。あ、てか豚。下準備してる。あ、聞いてなかった。豚。あの、計画性ないって思うじゃん。その通り。これも食べて美味しそう。まだ始まったばっかだから。そうだよ。豚を焼いてね、豚を。あ、でもいい感じじゃん。美味しそうじゃん。これはこれで美味しそうだね。うん、トンペイ焼きみたい。トンペイ焼き。お好み焼きといえば餃子だね。ちょっと推しに甘すぎません？笹沢さんはだって甘い人たちの集まりで。なぜか全肯定してくださいって言ってないけど、みんな全肯定してくれる。そう、全肯定してくださいって言わずに全肯定するのが笹沢で、全肯定しろよって言われてしてるのがジュリアの推しって感じ。あ、そうなんだ。ゆりちゃん、わ、美味しそうな匂いする。ふう、あ、そうだ、今日ファブリーズ持ってこようと思ったのに忘れてた。なんで？いや、なんかお部屋の消臭と服の消臭。お部屋はいいよ。匂いつくかなと思って。いいよいいよ、別につけとけつけとけ、どうせそのうちなくなるの。換気、これで流れるかな。どうだろう。換気扇回しとく。回しとく。うん、なんか、あ、まあその方がの気がする。いや、でもどうなんだろう。なんか菜箸的なの借りていい？お箸そこにあるし、つけて。あ、やべやべやべ。どうしたらいいのか分かんないんだけど。何
今作ってのお好み焼きを作っています。今日おこぱおこぱそうおこぱです。ネーミングセンスねあ、年賀状買ってくれた、ありがとう。ロッキー年賀状特典券3枚。ぜひ今日のねお好み焼きパーティーの特典もよかったら、ね、これで上から肉入れたらいい。これはね先に焼いておこう。下に引くやつだよね、もともとは。でも今からでもいけるよ、うん、ここで焼いて、うん、何いいよ。いや何を使えばいいか分からなくてトングを目についたトングを持ってきた。何でも使ってバーベキューしひっくり返すときにあれはね上からいけるよね、うん。まあ、美味しそう。で、すごい美味しそうよ。うん。いい感じ。そうだ。そちらね。うん。結んでいただいた。住人トイレね。うん、そう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 。MV で出てるやつ。換気は大切よ。うん、つけとく？うん。つけた、つけた。つけたよ。あ、みんなこんばんざいしてくれて。ありがとう。みんなこんばんざい。こんばんざい。何を隠そう、そう、3人写ってる。そう、上から。かつ、私はコメントが読めない。いいじゃん、隠れ目が悪いとかね。あれ、姉ちゃん、こんばんざいって来てくれて、使ったことないけど。私の夜ご飯もお好み焼きです。おそろい、のぞちゃんお好み焼きだって。かわいい。何したんだ。あー、すごい。知らないね。全部自分の家のものなので知らなかった。今度あることすら知らなかった。あ、これこぼけ、こぼけ、こぼけ、これこれこれ。おお、美味しそう。いい感じ、いい感じ、いい感じ。関係は大事。ガンドはエイジ、ありがとうございます。本当。誰？来てみたんだ。切るんだけど。怒るパーティー。あ、そばた、下にしてます。あ、ティス、渋谷のニューワード終わった？全部終わったとこかな。皆さん、今日は CD が買えちゃうからね。そうそう、買ってね。そうです、1月26日以降に CD が届きます。特典は先に届きます。そうです。美味しそう。美味しそう。お腹すいた。美味しそう。お好み焼きは特典券買ってもついてこないんですよ。ごめんね。うん欲しいよね、食べたいよね。結構ね、この3人は書き物頑張る系アイドルなので、年賀状おすすめですよ。おじゃない、言われたからめちゃすごいの書きなきゃ。でも結構書き物頑張ってる系のイメージ。やり始めると、あ、こだわりに始めた。古いメンバーね、凝りすぎなのよ。いい感じじゃないですか。これおいちちゃお皿をくれ。3等分か、3等分って難しいね。ね、難しいね。どうしたらいい。どうしようかね、3等分。いけるいける。港、3兄弟だから。あ、でも6個に分けて、2個ずつ取ったら、うん、あ、そういうこと、ちっちゃかった、うん。これは、これはお試しだから。そうだね、お試し価格。あ、そう、今、出前館ね。また。また出前館、うん。急に出前館のこと思い出しちゃった。出前館2000円以上頼むとね、1500円オフになるんで。うん、200円で食べちゃう。そうなの、新しいの始まったの。そう、急に出前館の伝道し始めた。そう、6個めんどくさいから、なんか1個誰か、さっちゃんでいいよ。さっちゃんでいいよ。あ、先に乗っとけばよかった。さっちゃんでいいよ。さっちゃん、こちら。どうした、トング、そこめっちゃ遠い。そうだね。はい、さっちゃん、はい。さっちゃんの、ね、本当にさっちゃん、はい、はい、はい。このシャキシャキは食べれるの？なんかこのまま混ざってて火取ってると結構食べれるんだよね。はい、ありがとう。じゃあさっちゃんは多分青がいいだろうから青にしてやるよ。青好き。イエーイ、みなの衆元気か。はいはい、この3人になると私が圧倒的に下になるので楽ですね。何でもやってくれるぜ。調理担当。さっちゃん、さっちゃんのはこれだよ。ん？あ、それで。ひっくり返し用ね。そう、さっちゃん用の。動画とか頼むとあなたのためにひっくり返しますから。本当にそうじゃん。お好み焼き焼いてる最中に撮んないといけないやん。そうだよ、大変だ。あのエアでも大丈夫ですか。十字に切ってさっちゃん2分の1、メイさんとリマさん4分の1ずつにすればいい。
正解、もうそうなってました。笹が何も言ってないよ。特典買ってね。あ、間違えた、6等分しようかと。あれだよ、もぐもぐしたさっちゃんの特典がゲットできるし、牛乳飲んでるリマの特典がゲットできるじゃん。でも今早くしないとリマも飲んじゃう全部。そうなんだよ、ね、1リットル、ありがとう。え、出る？うん、出るよ。はい、中線取った。やっぱりこれは中線か。うん、中線やってもこれもじゃん。どうした？どうした？イエーイ、肉。はい、じゃあこの一枚。ゴミ袋ですよ。ありがとう。あ、これ細いやつだっけ？やった。てかお肉ある、お肉ある、あるよ。あなた自分のやつ取った？あ、これあれ、これ取ってないっけ。あ、取ってないわ、取ってない、取ってない。何してんの？もらいな、ありがとう、もらえ。お肉落ちたよ、あら、あとお肉落ちたよ。大丈夫、ちょっと一回買い物。もうコメント欄全然読めない。全然読めない。めっちゃ見えんのやけど。ごめんね、ごめんね、みんな。お待たせ。あ、餃子じゃあ今焼いたら。あの、空いてる時間に。出前館の伝道師。出前館の伝道師。出前館って何？出前？出前してくれる。ウーバーイーツみたいな。へえ。あの、配達する人が一般の人じゃないウーバーイーツ。いや、一般の人は一般の人なんやけど。あ、なるほどね。の人。なるほどね。さお。なっちゃんが餃子がいいってみんな。うん。こんばんだーい。好み焼きの、え、マネー大丈夫？大丈夫。嫌いなわけじゃないんだよ。うん、あんま食べないで。ケチャップかける？ケチャップは好き。ケチャップの方が好きなだけ。ボリューミー。はい。また。はい。はい。また。じゃあ食べる。え、餃子焼いてるよ、餃子。お好み焼きは野菜抜き？全然入ってるよ。そう、キャベツバリバリ。餃子マヨネーズ。餃子呼んだって言われてるよ、うん。出前館で出前を頼んでるってこと？じゃあ、うん、まだね、頼んだことないけど。頼んだことないの？うん、なのに伝道師してるの？うん、どういうこと？安さに釣られてる。すごい、うん、すごい安くて、いろんな種類あるなと思って、いつもホームページ見て食べたいなって思って。後で見てみよう、出前館。普段ライブがある日はなかなかみんなで餃子、ごめん食べてる食べてたこの前。あの、私たち意外と普通に前日ニンニクとか食ってるよ。はい、天かすと青さことカツオもあるんだ。あ、そうじゃん、あの、はい、あなた、はい、あなたのやったー天かす、うん、そう、お好み焼きと見せかけて餃子やってるからね。まだこのままね、天かすはね、これに入れるのよ。あ、入れていいよ、うん、入れよう、ちょっと後でね。こんばんは、ありがとう、マサルさん。みんなこんばんは、ごめんね、全然読めてなくてね。こんばんは、みんなルームのみんなもこんばんは。リマルームは多分完全に、あ、ひょっこりしたら映れる。メイちゃん、リマルーム。リマルームはひょっこりしないと映れない。めちゃめちゃに目が悪いんですよ、サーラ。やっぱ文字でかくする設定だ。一回止めて文字大きくした。何度いかね。いつもどうやって読んでるの？いつもここだからね。あ、そっか。うん、近い。天かす牛乳いいのやばい。マサルさんありがとう。お好み焼きはしっかり174cm かっこ理想。一緒じゃん、メイと。でも175だから。そう、1cm 負けた。そう、175cm なんだよね。リマは？え、何が？何センチ？嘘？うん。え、今の？全然嘘ついてない。159。うん、あれ？ちっちゃいな。うん。こちら174と175だから。あれ？161だったか。かけてくれて。2センチ伸びた。あんまり。ありがとう。ツイートフォローしてくれた。本当。いえ。マスク、そう、マスクしてるからさ、今餃子食べちゃってもね。そう、確かに。年賀状今日からだよ。みんな年賀状は今日からだよ。そう、今日から12月20日まで。そうよ、のオンラインリリースイベント開催時。そうよ。でもあんまり急いで頼まなくてもいいよ。いいよ、20日までだからね。そうよ、ただね、とか言ってうかうかしてるとオンラインリリーで開催する日がね決まってるからね。しかも参加メンバーが参加しない日はうちらね開かないから。そうメンバーによって色も枚数違う。青森大好き。え、これは餃子焼いてる。
餃子ガチ勢いる。餃子の面倒に。お好み焼きも餃子の面倒に。焦げたら終わりだから。ちゃんと煮込みいただきます。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 三カメ、一カメ、二カメ、三カメ、二カメ。すごいいっぱいカメラ。ごめんね、コメントちょっと全然たまにしか読めないけど。そうだよ。いつも三人のこの感じ楽しんで。コパネ来たからただのオンラインイベント中で、うん、年賀状特典券三枚です。うん。必ず年賀状希望メンバーの特典券を。そうメインの特典券買ってさっちゃんの年賀状欲しいなだとちょっと喧嘩になっちゃうからなんでだだこねちゃうからさ、うん、ちょ飯テロだね、うん、飯テロ美味しいよ、うん、めっちゃ美味しいうまっいい感じ美味しいめっちゃお好み焼きうん。みんなコメント、ね、餃子泣いてるよ。餃子泣いてる。はい、ありがとう。ね、餃子のタレ持ってこんかったね。そのまま食べて。うん。味付けなくても大丈夫。あ、そうなの？うん。つけるとしてもめっちゃお酢だよ。うん。オンリー。酢コショウ。あ、出た酢コショウ派の人。てか何もつけ。目はあの酢醤油だけど酢の方が多い。あく、熱かったお好み焼き。お好み焼きじゃない餃子。え、でも酸っぱい方が美味しいよね。餃子。うまっ。美味しい。お手製のお好み焼き。うまっ。めっちゃちょうどいい感じじゃない？ね。ね。いい感じだわ。さすがだわ。やば、うん、うちにホットプレートあるの強い。年賀状と落書き写メやしで、そう特典券5枚。うん。特典券5枚でいきます。うんうん、うん、そうお好み焼き＆餃子パーティーになった。お好み焼きパーティーが。ね、この間一人で1時間半喋るのすごい寂しかったから今すごく楽しいんだけど、うん、そうなんだよ、ね、だからいろんなメンバーとこういうのやりたいね、やっていきたいなって思った、ね、いろんなメンバーの組み合わせ、うんうん、うん、おいしい、メステル配信結構ね、あの告知してからね、今日夜ご飯お好み焼きにしようっていう人いた。うん、すごい一緒に食べてるっていうの。食べてる。かわいいね。かわいい。誰？今お好み焼き食べてる人。はい。はい。はい。むとちゃん食べてるって言ってた。かわいい。みんな一緒にお好み焼きパーティーだ。かごさん食べてる？うん。名古屋の人はエビフライとか入れるのかな。入れるのかな？入れないか。うん。こないだね、うん、藤崎姉妹とね、うん、お好み焼き食べたよ、うん、川崎で、え、あのクラブチッタのライブ前、あ、そうなの、もう前の仕事さんに一緒で畑の後にチッタでライブだったんだけど、うん、仲好きすぎて、うんうんうん、仕事終わった後のそう、お風呂を捨ててお好み焼き食べるお風呂じゃなかった、いいね、いいよね、やっぱこういう囲む系っていいよね、うん、みんなで囲もうぜ、チーズタッカルビとかですよ、うんうんうん、ラー油唐辛子、餃子の食べ方、酢酢酢酢酢、年賀状、この間アイリーも酢コショウで食べてた、特典券3枚分、うん、あの日高屋組の写真見た時に、うん、うん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 、お邪魔します。どうも。お好み焼き食べたい。食べさせてあげたいわ。これも。はっちゃん、年賀状お願いします。そう、それも活かしたい。うん。くりさん、ありがとう、年賀状。年賀状買ってね。入れない？名古屋の人。入れないか。
何入れる？なんか特殊なやつ入れる人います？お好み焼き？うん、お好み焼き屋さんの時はなんかいろいろ、でも山芋入れるとこよくあるよね。明太もちチーズとか。ああ、うん、山芋も入れだった、ふわふわになるってやつ。ちょっと熱くなってるから気をつけて。パス入れます。見て、普段動く目が何も動かなくてもできてしまう。本当だ、熱く焼くぜ。次チーズ入れようよ。うん、あ、そうか、ここにチーズを一回敷く。あ、どうなる？これをやって、これにやってから乗せる。やってからなんかチーズ焦げそうだもんね。ね、上にかける。上にかけるか。じゃあまずかけちゃうね。あれね、さっちゃんのバイト歴が基本飲食店なの。そう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 確かに。でもね、飲食店以外のバイトって難しくない？学生の頃だと特に難しいね。まかない目当てでずっと飲食店やってたんだけど。まかない目当てだったんだ。そう、うん、でも飲食店なんか突然接客疲れが来ちゃった時があって、うん、あるよね。それでオフィスになった、うん、ありがとう。でも今また飲食店ちょっとやりたいなってなってる。何やりたい？何やろうな。キッチンやりたい。あれもキッチンやりたい。ずっと接客苦手だから喧嘩しちゃう。キッチンに楽しい。喧嘩になっちゃう。喧嘩なんだいたい喧嘩してやめるよね。社長と喧嘩してやめるの。偉い人と喧嘩してだいたいバイトやめる。どうかしたい。本当にあのちゃんと反省はしてるんだけど、うん、でもね、あれだよね、曲がったこと嫌いだもんね。そう、おかしいと思ったら言っちゃうのよ。言っちゃうのよ。声に出ちゃう。声と顔に全部出る。何が悪いんですかみたいな。言っちゃうから。よくもいい感じ。いい感じだから早く流して。待ってたね。いい感じっていう。教えてあげたんだよね。独り言。いいね。仕事するわよ。でもさっきよりいい感じなんだよ。ね。やっぱり肉が先に来るから。止められるか。で、スパイシーともどうかな。でも次はまだ足せる？足せはしてる。あるよ。あ、こんないっぱいある。ここに。足せるかな。仕事中にこんばんは、こんばんは。仕事中にこんばんは、見てる。しかも、さっちゃんのアバター着てるから、笹川さんだと。そうでーす。ごめんね。誰かは見ない。そうだ、パンダちゃん。パンダちゃん？そうだね。なんか。見たさ。そうだ。じゃあ面接も多いしさ、お借りも多いし。メイリマも多いから。メイリマも多いから、多分ね、いいトライアングルだと思うんだよね。確かに。なんだろうね、ここが好きな人。うん。大人っぽいのが好きなの。静か系。チーズ乗せた？乗せてない。こっちに乗せよ。こっちも上からかけて。うん。パラパラ。美味しそう。ちょっと中に加えたのは見なかった。そんな気がした。見なかったことにしよう。しよう。バイトってさ、だいたい夕食ってじゃない？うん。ね、学生の頃だと本当それくらいしかないよ、ね、コンビニやってみたいのね。ね、でも覚えることめっちゃ多そう、ね、今のコンビニめっちゃ大変だよ。コンビニはあんまりやりたいと思わなかったの。コンビニちょっとやってみたいんだよ。タバコのあれ覚えるの大変そう。そうなのよ、大変そう。だって他にもさ、なんか荷物とかさ、いろいろあるじゃん、なんか受け付けでっかいな、ちっちゃいのといけるから。ふにゃふにゃしてる。あれれれれ、ちょっと、おちょっとね、確かにちっちゃいけどね、ちっちゃいね。ちょっとちっちゃいですね、これは。おー、うまい。いいよ、うまいよ。上手だ。美味しそう。全工程のカメラ。全工程です。今の上手だったね。上手だった。うん、美味しそう。美味しそう。
ちゃんと美味しそう、ね、お肉がいいですね。年賀状のメンバーを誰にするかお悩み中、ササはもちろん決定だ。かわいい。ササはもちろん決定やった。なんか年賀状の作り方は今回全員委ねられてて、写真印刷してもいいよって言われてるし、なんか書いてもいいよみたいなね、迷うよね。どうしよう。なんかよくご近所さんとかから送られてくる風にしようかな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。写真と笹川笹、あ、分かる、190歳。そういうのできちゃうっていう。バンザイハウスもなんか3人の名前書いて、かっこ何歳、かっこ何歳みたいな。やろっかな。ご近所さんから送られてくる年賀状。急にね、子供できたんだみたいな。そうそうそう、いつの間に2人目できたんだろう、ね、あとたまにワンちゃんとかも一緒に。めちゃくちゃ可愛いよねあれ、うん、でも年々やっぱさ、年賀状ってもらうのも減るしさ、うん、もう送らないもんね。でも LINE でどうにかなっちゃうから、ね、そうなんだよ、うん、最近特にね、そんな文化ないから。ない、貴重だよね。貴重だよ。え、だって本当に超久々に書くもん、年賀状なんて、うん、で住所とかも書くんだけどさ、あのバンザイジャパンってアホの子が多いから、あのハガキの書き方とか知らない子の方が多いのよね。意外とフミとかも間違えてるから面白いのよ。フミちゃん5回くらいね注意されてる。ね、ここに書くとみたいな、怒られてて。またやってるよみたいなね。またやってるよみたいなね。横に書いたりとかね。そうそう、うんうん、ネサラ住所を横に書くタイプですね。うん、書きやすいよね。そうそうそう、字が綺麗に。お、いい感じ。やった、うんうん、お、すごいチーズの香りしてるよ、これ。いいね。6等分キューって言って112で112、うん、4つでいいよ。チーズの香りがすごい。あざ。手差があるの。ああ、写してくれてるのね。そう、さっちゃんが頑張ってるよって。でもね、さっちゃんが面倒見ている。左側写すとね、私たちハウスの洗濯物が。やばいものが写っちゃう。それはあかん。見えちゃいけないものたちが。間違ってガタガタってなって写るんだよね。うん、暑い、暑い。とても。あ、年賀状ありがとう。しかもメイとササとリマだよ。嬉しい。誰？本名だ。読み上げられない。あ、あ、あ、はい。誰？誰だ？頼んでくれたの。本名知らない？誰？誰？誰？ちょっと後で確認するわ。ちょっと形がいびつだけど、どうぞ。いい感じ、やったー。形は気にせない。あ、のびーぬさんありがとう、はい、なんか3人の特典をありがとう、嬉しい、頼んでくれている。 ありがとう。豚肉の焼き目が美味しそう、天才だって。天才、めちゃめちゃさっちゃんのファンの人は優しい、優しい。最近接客がしたくてたまらないわ。チュンちゃん、チュンさん、え、六本木だっけあれ。あ、ね、まあれ見た、見た、あれでしょ、前食べて、食べに行ったとこでしょ。え、なんか毛布東京かなんかの、多分そう、そうだよね、空き時間になんか3期と港で食べに行ったラーメン屋、うんうん、かなんかに、うん、チュンさんが接客してたのね。ね、まだ知り合ってない頃だよね。うん、で、なんか、らしいね。そう、あ、見た、え、なんかリマがみたいな、そう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 、え、見て、あ、そうなんやって、うん、どうした、そういうことあるんだねって思った。ね、びっくりだよね。しかもさ、それをさ、うん、そう、今になって思い出すって、思い出すというか気づくっていう、すごいね、知らんかった、すごくない。ごめん、形来たの、うん、うん、だから一番って、確かに、胃の中一緒になるんだから、確かに、わー、チーズ、美味しければ、そう、こっちはチーズ、超チーズ、これのキケちゃん、あ、キケちゃんのキケ、え、いいよ、いいよ、入れな、うん、あの、だけ食べても満足しないから、うん、そんなないよ、お腹いっぱいって知ってる、うん、
一応聞くけど、一応聞いてみるけど、お腹いっぱいこの間、ただいまオフ会で、笹さんがお腹いっぱいって言ってるところ見たことあるって聞かれて、お腹いっぱい、でも結構言ってるよね、黙っちゃったよね。わかる、お腹空いたの方が圧倒的に多すぎて、しかも印象がないんだと思う。腹くちゃって言ってる。あったかな。腹くちゃ。腹くちゃっていうあれなの？方言なの？腹くちゃ。新潟の？うん。お腹空いたが？お腹いっぱい。あ、お腹いっぱいか。お腹空いたんだよ、普通にお腹空いた、腹減ったとか。うん、ね、バンザイジャパンで花一もみやみたいな。ずっと言ってるよねそれ。この間やっぱり、うん。おかしいって言われて、うん、花一門目、うん、ありがとう、おかしいよって言われて、うん、それはおかしいのか、石川県おかしいって言われたから、でもそれ他にもいそうだから、うん、なんか神奈川もなんか長かったのよ、うん、あ、そう？長かった、なんか鬼がどうみたいな、おばちゃんだっけ、おばちゃん、鬼とおばちゃんなんかなんか来たから隠れろみたいな、鬼に加工枠って行かれないとか、あ、そう、それそれそれ、目それないもん、そうなんだっけな、あんまり覚えてないけど、それが神奈川みたいな、え、そうなの、え、そうそうそう、言わないの、言わない言わない、言わないって何、え、言わないよ。ありがとう、青森たくさん、うん、たくさんがいいですって、青森大好き、たくさんのとこね、緑にしてしまったら、うん、なんかよくわからんぐらいいっぱいあるから、パンダちゃんありがとう、ね、焼き めっちゃ美味しそう、天さん、この間かぼちゃんのデジタルサムにかぼちゃ書いたらね、うん、あのジレに気持ち悪いって言われた。そんな出来すごい、顔をつけちゃったから、みーちゃん上手なのにね、え、うん、そう、でもたまに確かに画伯の時あるよね、もともと画伯だから、うん、やっほー、まっ、え、あれ千葉だって、さっちゃん、チュンさんの見たところ、うん、でもなんかジュリアが覚えてるって言ってたよ、なんか知らんけど、嘘、ジュリアいなかったよ、え、なんかその話を聞いたのを覚えてるみたいな、あ、ほんと、なんかの休憩時間に、その空き時間、多分ライブとライブの空き時間に、そのリマたちが行ったラーメン屋さんでみたいな、フルハウスの回しの時みたいな、ベルアミとか、もう覚えてない、ありがけないこと言うと、安原ルームではですね、コメントが全く見えない。申し訳ない、目が悪い、みーちゃん、お土産ってもんじゃやった、ね、慣れてくるよね、そうよ、いつでも来て、また万歳ハウスにできるかな、焼肉、うん、ずっと言ってる先から早く臭くなりそう、石川の花一門も聞いてみて、面白いからだって、うん、勝って嬉しい花一門目、負けて悔しい花一門目、ふるさとまとめて花一門目、タンス長持ち、どなたが欲しい、どなたじゃわからん、相談しましょう、そうしましょう、待って、途中に入ったタンス長持ちって何？わかんないよ、ねえ、もうちっちゃい頃からこれでやって、ちょっと脳死みたいなの入ってきた。力からどうぞ、お写真にどうぞ、なんとかちゃんが欲しい、なんとかちゃんが欲しいって選ばれた子が小指と小指をつないで、うん、猫とネズミがイタチを追いかけたとこ、ぴょんぴょんぴょん、じゃんけんぽんってやる、トムとジェリー、うん、そう、これ言ったらね、やめてってみんなに言われる、トントンじゃねえよみたいな、なんかめっちゃ反感買うんだけど、いやでもめっちゃ小さい頃からこれで生きてるから何が悪いとか分かんない、うん、うん、うん、おいしい、でも確かに不可解、うん、焼きそばもそっかできるか、あー、いいね、忘れてたわ、両辺ほんと、ちゃんとおいしい、チーズカリッ、おいしい、みんなね、うん、買ってね、そう、もぐもぐしている笹川笹がゲットできるよ、うん、なんかさっちゃんのもぐもぐ好きな人多いよね、だって、うん、でもあんまそんな見てないな、メイとリバがあんま食べてるイメージがないじゃん、そう、ご飯をいっぱい食べるイメージがないけど、うん、すごい、どこにあるか知らんけど、ここにある、はい、餃子の伝道師、うんうん、そしたらメイが25なのも結構すごいよって、うん、うん、本当に、加入したかった、加入した時だって19歳だもん、19がアラサーにならないの、しんど
餃子を焼いてます。アラサーだよ実は。見えない、やめろなんかあったことが年々きつくなっていく。すごいね、眠たくなっちゃう。ほら餃子だよ、餃子だよ。走った時に足が絡まりそうになるリアルそれ年齢なの？年齢じゃないあのワンマンライブ1部と2部1日でやると2部の途中びっくりする。本当に足つる時、なんかでも個人的にはワンマンは人数も増えて出演する曲が減ったじゃない、うん、あの昔みたいに減ったっていうか昔みたいにずっと出ずっぱりではなくなったじゃない、うん、だから全然いけるかもっていうのが終わった後にまだ残ってる、うん、まだいけるんだけど個人的に体がねついてこないね、うん、でもこの VW は短かったから好きだった、うん、終わった後多分。でもだからそう今割と新しめの子たちが結構へばってる。だからね熱中症とかなるのね、だいたい新しい子なの。まあ倒れついとこでねライブやった時古いメンバーは汗かきながら笑ってるからもぐもぐしてて口にちょっとついてる。目さんかわいいって。しょう倒れちゃうね。しゅうさん倒れちゃうね。メイバーおいこらおめでたい、おめでたい。ヤギちゃんやほ、はじめまして、一般人です。ジャンボさん。こんばんは。なんだい、タコじい。タコじい。そう。ネズミが面白くて。みんなじいちゃん。突然登場リーグ。そうだよね。ファンの人もさ、同様にさ、なんか、知ってるわけじゃないからさ。そう。いろんな人の人生見届けてるよね。うん、なんか。でも誰も結婚してないやったり、ほんと頑張れ。ほら、おしめがいるから。頑張れ。就職したねまるさんもおめでとうございます。おめでとう。もう本当に、あと2個食べ、うん、食べいいよいやすごいに楽しくて。男の子、そう女の子、女の子。うわ絶対楽しいじゃん。絶対楽しいかな、ね、なってる頃にはね、うちは多分いないからうん、うん、あれかな、襲名制かな、2代目笹川笹、うん、こんばんは。まだいるか。うちおいっ子なんで。そうだよね、うん、めっちゃ可愛いのよ、うん、うん、大丈夫、食べてない、会えてないあ、そう、会えてない。本当本当、帰ったら、そのもし自分がね、うんうん、金を持ってたら、うん、って考えるとちょっと怖いよね。全然会えてない。この間帰る予定だったんですけど、バズジャパンでどうしても外せない仕事がありまして、うんうん、帰れませんでした泣いちゃう。気がついたら立ってたり歩いてたりするかもしれない。でっかいもん。うん。うまっ。パティ囲み攻め。はい。でもね、お好み焼きがなくなっちゃった。作れるよ。粉いっぱいあるもん。うん。うん、あー、餃子買いとく。あれあれ簡単って文字全部餃子で書いてる。細かく、よく見たらパッと見分かんないけど、よく見たら餃子やば、大変だ。でもなんか2020年はさ気合い入れてたじゃん、うんうん、一切そんなこと、来年できるかね、うん、ね、まずそこだよね。なんかする、あと2年行くよく虫眼鏡とかで見たら餃子細かい、うん、お好み焼き、そう、うん、ガバー、お水入れてくる、いいわよ、あちちそう、ストーブに一番、そうだ、一番近い、消してもいいよ、ホットプレートで消す。ちーちゃんなんか引きなよ、せめて痛いし。あら、分かんなかった、忘れてた、うん、1個から1個もらおう。そんな存在忘れてた、うん、こんばんざい、過去公演、こんばんざいこんばんざい、ほんとにごめん、1個もコメント見えないよ、すまない。じゃ代わりに読む、止めたんだと思う、あ、なるほどね。
ジャンボ、あさって最後の転院でリハビリ病院行きます。あーそうだ、頑張れ。チュンチュンに結婚しようね。結婚でも本当にシュー、こんばんは。みーじゃないの、意外だね。子供は欲しいけど結婚に興味はない。立ちのアングルだと3人映ってるんですよ。なぜかというと他人と共存できる自信がないからね。よく住んでるよねハウス。でもハウスはあの休みの日、うん、合わないからね。うんっていうね。マジで合わないのよ。でもそんな時も大事。なんかあと自分の部屋があるからあの、まあ、一緒にはでもたまにあれよ一人で帰ったりとか。うんうんうん、おグリちゃんギフトくれた、ありがとう。オリンピックできても焦りないから来れない。確かに2週間できないよね。そしたら暑かったら窓開けて換気、換気ストーブ消した。うん、今ルームの愛さん見えない。あでもでっかいから見えたわ、うん、文字が見えやすいのよ。文字大きくして文字大きくしよう。メモ君が先遅いからね。大きくするとどんどん流れてくな。流れてくの、流れていくの早い。いかに表示できるコメント、それ防止にもなるんじゃない。そうかもね、より急ぐかもしれない。いや急いでなかったよこの間。本当、うん、ビー玉さんが10年後杖ついてライブ行くよだって。10年後か、ちょっと手は空いてほしいな。持ってる、行きたいなとは思ってるけど。うん、作っている、うん、作ってくれてる。アップしっかりね。お好み焼きと一緒の写真も撮れます。言ってしまったね、うん、お好み焼きある状態で写真撮らないと、うん、1枚お好み焼きケーキ作るから、撮影用に。めいちゃん何やってるの。お好み焼きをね今混ぜ混ぜしてる。これを作ってます、種を。そうこれだけ作れば後で確認してくれるから、うん、ここは私、それはどうかなとか言ってね、二人ともなんや。いやかんや。僕は楽だよ。なんやなんや。あたお肉、お肉いっぱいある。あれキャベツって全部ってこと？キャベツねえわ。そっかそっか。じゃあこれでいいんじゃない？じゃあこないで。うん。こんなで。だって揚げ玉。天かすも。揚げ玉。めっちゃ。一番働いてたお好み焼き屋の分入れてた。うん、おお。もうここにカツ入れちゃうの。うん。いいね、いっぱいあるし入れちゃおう。風味も出そうだし、ね、全然天かすで出てこなくない、うん、ちっちゃく切る。ストップって言って。まだ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 本当にそんぐらい。ストップ止めちゃった。もう一回天かすも止まった。全部同時に止まった。はい、オンラインリリースイベント一応ね、年賀状も買えるから、今日は囲み系ができるので、娘用で。あすごい、それっぽまかせ。おう、まあ、いっか、焼いたら固まる。うんうん、ほい、お待ってきた。回さなくて平気。リク引いた。リク臭いよ。これガーリックって知らなかった。誰が作ってたの。あこれもともと目が47配信使った。あなるほど、セーブ量使った。結構やばいね。やばいね、うん。でもそれよりも、うん、あそこの配信してたスタジオの臭さがすごすぎて、うん、あれすごい。スタジオえ？だったかあの時。え、そうスタジオの最後ら辺の枠だったのよ。うん、え、もうみんなのタック企画をやったりとか、うん、あ、そうだよ。あと何しろみんながずっといたから人の匂いも混ざって、うん、そう、お風呂とか入れ、シャワーも入れたから良かったんだけど、めちゃめちゃすごい、この子が上がってくるね。いや、ティッシュで蹴ってる。めちゃくちゃ中国の朝ライブ出れないかも。腐ったもん。すごい料理。すごいね。ね、12月5日のチケット毎回試合して言ってたよね。年賀状よろしくです。年賀状よろしくです。ありがとう、ハリーが。3つで。ありがとう。あ、頼んでくれた、担当の方。すごい、今まで。年賀状よろしくです。嬉しい。任せろ。焼き焼き、焼き焼きよ。お肉を切らす。ジュリアはお肉入れとけばなんとかね。お好み焼き屋さん。何でもやってくれ。おいしい。うまいよ。はい。
やけどしないでね。はい。はい。あ、長めです。頑張れ頑張れ。はいはい。ゆるい。ちょっとチーズで固めよう。固まる、固まりそうに。はい、できた。できました。の、はい、囲みじゃねえの、サンマでも。その代わり、さっちゃんのサインつくと。そうそう。おー、イエス。サンマ。おいしい。お好み焼き屋さん感がある。私が買ったのはセブンイレブンのね、バンバンジーサラダですね。未知の世界だ。あ、未知の世界だっつサラダにお金を使うなんてぐらいの気持ちなんだろうね。未知の世界。サラダ。チョレギサラダ。チョレギサラダ。美味しい。さっきよりもね、確かに。そう思ったら。ね。意外とね、キャベツって大事なんだね。ね、勉強になった。あ、うん。いや、港リバと一緒にいるから感覚がそっちはもうちょっと焼くかな。大きいし、大きいからね。焦げても別に。お肉が、お肉が、チーズ。あ、ブーも来てる。ということは、そっちにも来る？来るかな。ちょっとブーちゃん。もの焼きって何？違いの。チーズや。あ、そうそうそう。そっか。目に見えた。確かに。はい、ホットプレートって天才的に。やったぜ。ゲータ。ありがとう。ありがとう。くれてない。ありがとう。さっきやって今ね、お腹いっぱいで。おかしいな。めっちゃ食べれる人やから。そっか。あ、これ。今日ね、お昼ご飯ちゃんと食べて。あ、ちょっと食べた。さすがにこれは。してる時。そう。でも絶対、これはしょうがないと思った。そうだね。あなた。ここが出てるよ。そんなことないよ。分かったの、人の良さは伝わってるから大丈夫。せや。せやせや。みんな、年賀状も何にもかも。おいでどうやろ。途中でコメント読むのやめる人。あれしてる。あんたまだ何もつけないよ。お素材の味を楽しもうよ。これつけたら。見た。いるよ。青のりちゃんと。青のり好きなんだって。大体のも好きだけど。青のりが好きなんだ。ナイスリカバリーって言われてるよ。ナイスリカバリーリカバリーカリカリカリ。ほんとだ、幸せのあれや。すごい、暑いっていう感じないの。暑い。さっちゃんはさっちゃん暑いの塊じゃない。うん、ちょっとそれ消して涼しくなったね。いる？いるいる、ありがとう。おー、でもからしマヨネーズ美味しいよね。いや、め口が見てるんです。冷蔵庫の中で分けてるの。冷蔵庫ね、1段目と2段目と3段目で分けます。あ、そうなんや。あ、なるほど。なんか、あれどっちだったっけ。確かに多かったかな。ちょっと待ってしまった。いや、もうお皿に入りきらないで。大変なの。なんで、でも給食一番最後だったよ。うん、そう言うよね、信じられない、うん、本当に。そう、ササとリンマはバンダイハウスにいるよ。入居ニューハウスに憧れた時代もありました、うん、ありました。でも自分の性格的にいくらになんですよ。急に急に猫って呼ばれてるけど、急に。そうなんだよね。一人の時間、一人の時間すごく大切。それにそう、数学で人、私一人でえ、だから本当に面白いよね。なんかどっかで、お、ブチューンさんありがとう。明日テスト。美味しいよ。明日テストなら美味しいもの食べて元気つけよう、うん、しようかな。おう、こんばんざーい。美味しいものはあったかもしれない。ね、今日は。ね。ね。本当に信じられない。シーズが切れてくれない。うん。ストップしなかった。外は今。うん、どうだろうね。うんうん。ね、美味しいね。幸せだね。うん。ささにささやみんなに。ダメだよ。たどり着くまでにもなんか。サメサメヒエヒエのが。ヒエヒエでぐちゃぐちゃに崩れ。そうだな。本番だ。食べちゃう途中で。ただコメント読めないのが一番の難点。あと20分しかないんだ。食べる食べる。材料費。うん。ありがとうつって。
おこぱ、おこぱ、万歳で頼んでくれるね。囲みじゃなくてこと、ね、うん、そう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 。誰？コメント見えないから。絵だと高いから。まあ顔は見えるからね、あのライブ。10分くらいはトークタイムにしよう。いいかな。明日。いつ？そうだね。明日は文幕。うん、どこと？鳥は。でももうあとちょっと遅かったらなかった。ではようやくなんか。あー、うん、はいはいはい。絵とか。そう。ワンマンライブ、うん、オンライン楽一楽さんやってた。全メンバーに会えなかった。あのメンバーがね。ピクチって家にいるのにさ。うん、あの渋谷でカウントダウンしようぜとかダメだよ。今年さみんな自粛でハロウィンやろうみたいな。すごかったよ。てかそもそもこれからどうなるか分かんない。でなんか毎日、うん、一日、まあそうだよねって思いながら、うんうん、あ、うん、お好み焼きパーティーでございます。ワンダーありがとう。年賀状色気のないタッピチンってちょっと遊ばせるセクシーアイセクシーだろうね。バンザイジャパン、あ、青のりついてる。バンザイジャパンがまず色気ないから目はあの子見た目中身ほんとパーパーしてる。中身さ、ね、あれで19年生きてきたのかな。感じになりたかった。妖精さんか2に感じがする。確かに人では自信。最近入ってきた子ほんとに3期は知らん子。あのお互いにダメだよって言ったらはいはいってめちゃめちゃいい返事するのよ。アイリからアイリはあれじゃない8? そうだね、うん、あんまでって確かにそうだ。身を張るな。こんなこと言ってたらメインでさえとかなの多分何行くか行かないかぐらい。前に何人いたよって感じだね。いや本当にめちゃいい餃子の油でかやばい時間かかっちゃうそれこそだから、うんうん、そうそうそう人かもさそうだね。自分より上活動していくうちにその概念なくなってんだよ。見えてる見えてるとかなんでだろう。20え今二十歳って誰。最近なんかメイの注文しないんだよね。そうだね。3月生まれだもんね。アンより下があれでしょ。でマッコが今一番下かな。うんうんうん。そんなこともあったわみたいな。うん。後で確認してくださいだって。そういつもねこうやってね他の子にね言ってねなんやかんやねメイのやつありがとう信頼のありがとうサンキュー信頼だね。後で見ておきますね。これあと何分くらいだ。そう配信してるとね、うん、見れないっていうのいいね。横に何時何分お54分だってかけちゃんがいいね。あやっぱあと6分、あと5分だ。これ終わったら得点取ってあるの早いもんね。そうでも今日は ありがとうありがとう読まれてるんだ。変えちゃうよ普通にうちらやっぱパーカーなんだね。だからシャメでも大丈夫かな。シャメだね。物販列うるさくて何も聞こえない。オーケーオーケーさシャメオーケーつけるフェイチさんスタート。じゃあ明日からね、12月9枚になっちゃうね。3枚スタート。囲み計測点3枚3枚意外とオンラインリリースイベント間もなく終了しちゃうわ。そうよ、うん、ところで今リリースイベント行ってる人いないの。そうだそうだそうだ、うん前日てる店がないっていう食べれたのマジ幸せ。今のねソースだ。あ伊勢海老じゃなかったっけ。伊勢海老だっけ。なんかいやズワイガニだったけど、ね、おいちおいち、うん、おいちおいちもうそろそろ終わっちゃうかっこかなんかそうなんかやったらさっちゃんも来る、うん、おいでっつって、うん、古いからね入るまで12月だ。そうね半年前ぐらい。半年か半年前。ストワンマンが12月だから1月目1ヶ月だね、うん、1ヶ月見学見に行ったのが日大、うん、え教室みたいなところで、うん、全然人いないの。バスミちゃんと一緒そうどうしたらいいか全然、ね、面白いじゃん。何したの結局。でもひまわりに惹かれたって言ってたよ確か。あでもかな、うん、そうかも。あ足軽ジャパンの時代の時あそうだったっけ。 あれだ舞台かな。舞台出てて、うん、で多分出てない時期があって、うん、1ヶ月の足軽ジャパンの子たちがこの子たちだけ見てないんですよね、うん、ただ戻ってきてなんか後になんかそのあの阿部子さんとすごい真剣に話しててすごい真剣に怒られてるの隣聞いてた全然覚えてない。もう一個前のところのスタジオすごい3人立っててメイとアップだと思ったらあのデビューライブお疲れ様でしたみたいな、そういう話をして、めっちゃ内容もめちゃめちゃ覚えてるしたイメージだから、まあ、ここが異常だったんだけど2期がよかったからね。
手だったもん。そういやだって仲悪かった、悪かったっていうか苦手だった、悪かったっていうか会話をまずあんましてなかったよね。いやなんか、うん、メイは嫌いとかじゃなくて今よりもね、なんかお揃いのパーカーついていけないよとか思ってなかった、うん、うちらはうちらで固まってなんかこう団結してないと、後でまた個人配信すると思う、食われそうな先輩たちに食われそうな、うん、で正直なんかあんまり見てない、あ、ね、見てたけどね、レッスンとか行ってたし、うん、あれだけど、だから1対1は全然いいけど、うん、その大人数になられるとちょっとタイプだった、うんうん、なんかお揃いのパーカーみたいなのがそういうのダメだったのよその写真今も残って、でもなんかその当時のなんか子たちコミュニケーションが下手だから、こうあんまり会話がなくて怒られました私が会話を、で覚えてるもん、ね、めちゃめちゃマネージャーさんに怒られた場所もこれなんで私がって仲が悪くてよすごいおこぱするよかった、だから意外とメイはあんま得意じゃないのなんかゾワゾワし、なんかこの、うん、うん、好きだよね、うん、てか結構ここの子たちは同期感がすごい大事だねって感じがする、うん、うちらも同期ないからねうちらなんて同期いないから、さっちゃんいたけどもう仲悪かったんですよそおこっちだった、あでも港もあのまあ3人とか4人とかいて私が1個1人だけ上だったから、うん、あのこっちの方が付き合いやすくて3期の方がだってさやとかとかさ、だってなんかファミレスでね、さっちゃん先にもうタメよっつってジョナサンでそうはっきり覚えてる、でもそれ覚えてる、うちらの中で話題になった、あの子なんでタメ口だよ、なんか逆に失礼じゃないのかなと思って疲れた、ね、今の子たちもさすごい敬語で喋るけどありがとう、正直敬語使わなくていいよって思っちゃう、うん、だからその立てなんかね、なんかみんな敬語使ってくるからバンズイジャパン他の方々から軍隊って言われるんだよいやそうかな、すぐなんかもう軍でもなんか最初はそわそわするかもしれないけど、うん、その敬語をやめたなんかそう相談というか、うん、うん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 、なっちゃうよねきっと、で面白いのが葉月杏なんですよ、あんちゃんほんかわいいよね、なんすか、うん、あれぐらい遠慮ない子の方が好き、うん、かわいいなって思っちゃう、うん、何でも買ってあげちゃくなっちゃう敬語じゃなくてレッスンの雰囲気が軍隊だってあ、まあ、それはそうそれは絶対、うん、共感がかな、だってアシュガルジャパンのレッスン私見てますけど、めっちゃマコ先生と同じより、うんね、それあってこそのバンザイジャパンのなんかね、ちゃんと会った時に言える用心ってっていうかもう閉まっちゃったかな、ベース閉まっちゃったかな、分かんない、閉まっちゃったかないかもしれない、なんかオンラインまだあの忙しいからさ、もしかしたらいけるかもしれないけど、リリースイベントの CD のね予約特典、え今回4形態なの知ってた、あ知らなかった、 ABC イベントのページ見た時に、うん、A から D4 ないあ動いてるからさ、あれじゃん、えあれ確かにそう消された言ったそうだからうちらの中ではいろんなものが進んでるから、うん、4ってなってるの今確かに4おいってなってるから今確かにちょっとどれがいいメイちゃんいるのってたまに聞かれるんですけど、うん、聞いけど今までの1作目も2作目もみんなと共にジャケ写知った、そうみんなと同じタイミングで知るからね全部ね、だって自分がねウィンドブレーカー来てるかどうかとかも知らんかったもん、そうか、うん、そうそうそう確かに何らかの特典とかでついてくるのかもしれないそうだねそういうこと、あの撮影何だったんだってなるからね、うちら何人いる、全メンバーってことかな、全けど、うん、21、いやもっと、あのあれですね、活休してないしてる子も含めると今23、うん、うん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 、だから佐々木さん頼んでくれた、あの、ね、混ざるよね時々、もう何県、ね、この間春菜ちゃん何県だっけ、うん、と思って思いながら東京って打ったら東京だったんだけど、うん、なんかもうそうそう、足軽ジャパンのレッスンやってるんだけど、普段一緒にとかもさ来てくれてさ、うん、時は結構、うん、あ気づけないよね、もうやばい、よく置いてかれがちな、忘れられがちな存在感みたいな、さっちゃん笹川笹いないそう見てくださいって言われて、笹川笹いるってよく言う、うん、いるいるってすぐさっちゃん忘れられてるのも笹だったりするから面白いよね、そう、うん、なんか運営さん、あの、ね、出発するとき来るもん、もう、ね、上等区だから、ね、出てましたっつって、あ出てたみたいな、ずっとそのうち
何年もライブ1曲も出れない子出てくるよこれ。まあ確かに。本当に分けないとね。いやもう大変、やばいやばいやばい本当に人が、ね、やっぱライブ曲中に入れ替わるとかしかない。もう楽劇場版やった。劇場版楽しみにしてほしい今回の3曲、ね、いやいいよね。あそうだね、みんなの感じ。本当え演技かと思った。演技もまあ好きだけど、うん、演技っぽいって思ってたもん、うん、演技派演技名の通りファイター。あーちょっと違ったけど、あれだからね、聞いてるうちに。さっちゃんのファイター聞いてるからね。あーそっか、あれか、前後だった、ね、前後だファイターね、うん、いや今回のレコ、うん、いつもね声の調子悪くなりがちだもんね。バンズイジャパンの工場聞いて誰こいつになるから本当にすごい。でギリギリまで待ってもらって、うん、別日にメイだけレコーディングした結果あの声だから。しかもさ、メイちゃんに声をなくすタイプのさ、うん、悪あのガラガラとかじゃなくて、うもう音が発せられない。2年に1回ぐらいあるね。ねみたいな、本当にみたいな、本当にね。そろそろジュリア版作っとかんとか。いやそうじゃん。そうか。帰ってきて減りすぎて。わかんないよ。入った。リリースイベントの集計結果が来たから、あ、やばいやばい、もう解散した可能性ある。やばいぞ。ひらちゃんこんばんは、ただいま帰宅。はぁ、おかえりー、お疲れー、お仕事。そう、今度メジャーデビュー、メジャー、あ、で違う、メジャーサードメジャーだった。メジャーデビューしたかったんだけどね。まだその いずれすることには変わりないから、まだそこに、うん、リプル A 面。さっちゃんは何の曲が好きなの。でもやっぱ、あそれな、この話してるとマジで不意に歌いそう来るかと思ったあの振り。毎回毎回まこ先生に驚かされるけどさ、ね、今回全員は、いや本当よ、なんでこんなとこ気にすんのやろと思った。毎回ね、新たな楽しみにですよ。あの卵持ったじゃん。皆さん会いに来てくれてありがとう。塗り塗り、よろしくお願いします。よしぽん、ありがとう、お願いされました。二人で割るよ。入ってたもん、ジュリアだし。とかお誕生日の、そうなんですよ、一緒にバンザイハウスで住んでいる朝日ジュリアと、私の同期のメンバーですね。朝日ジュリアちゃんのね、お誕生日お好みケーキを作っております。作り始めました。ジュリちゃんが帰ってきたら、お気に上げ、ね、お気に上げにしていきます。ろうそくもある。メジャーリリースとメジャーデビューは若干違う。私たちはね、そこには行ってないです。今日ね、そこあまり関係なかったりする。あまり関係ない、うんうんうん、実は実はあの私たちが頑張って売れればそこに関して、そうなんだ。リーズでもガンガン売れてる感ある人たちいっぱいいるからね。そう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 。あ、やべ、あ、やばい、すごい歌いそうだった。あ、何歌いそうだった。今今演技今演技だよね、わかる。あのいいね、いいね。なんか方向性的にパシャってなんですよ。はめるしかないよね。そうそうそう、うん、これでラストアゲだな、泣けなしの天下さ、なんかやっぱそうです、うん、ダメだ、こっからだとコメント見えない。メイクはメイクか、全部入れちゃっていい。メイクかすごいカツオの香り、お好みケーキ歌わん、歌わんよ。いやマジで私しおりもなんだけどさ物販で歌うのよ。そうそうそう、この前、まあ、周りにお客さんいなかったけど、そう、いない時にだってで、あって顔してそう違うよみたいな。いやいやいや、もう顔がものくそのまま違う方に。正直ジャンピングアップジャパンの時 RGT さんのあそことかかませイエイエイエイだったから、かませイエイエイエイあって思ったよね、さすがに、うんうん、あ、いい感じじゃない。うん、もったりパーカー揃えて上全面にブワーって広げちゃう。ちっちゃいやつをさ何個か作る。あ、逆に、あ、重ねよう。え、これでキャベツ全部、全部全キャベツ、ちっちゃいやつなんか全キャパワーだね、楽しみ。あのオンラインリリースイベント終わってさみんな私たちの話見て。あ、大丈夫、切る、今延長戦なんだ。あ、そうだ、お肉忘れてた、温めるからね。あ、お肉間にサンドしてハンバーガーみたいな。点検まとめた頃だから。そうそうそう、軽食、そう軽食して。そうだそうだ。いいね。ジュリアだしね。客のね。よく分からんけど。ブレイクタイム。ブレイクタイム。全部同じくらいの大きさにするの難しい。
確かに。そういうのをたくさん重ねる。パクパク。あ、なるほど。いいね。完成機械でいいね。これは大変だね。お好み。これどこ落としたらいいのかな。そうなんですよ。ジュリアとメルが12月。おいしい。本当にソース担当だね。ファンの方に会える誕生日でよかったよ。本当にそう。いやなんか産んでくれたことに対する感謝とかはあるけど、ただ楽しいっていうか、うん、っていうこのっていうね、うん、悲しさね。楽しい。もうなんかそれがあるからなんかもう本当に。ジリアはね、看板にどっか積み重ねられております。今2段目。2段目。間にお肉とチーズ試してる。え、でもこれ見られたら終わりじゃん。確かに。配信見ないで。大丈夫だと思う。見ない。多分見ない。いや、見ないと思う、配信。ね、多分電車寝てると思うよ。でもね、2人帰ってきたときすげえわかんの。そうなんだ。話し声めっちゃ聞こえるから。なんか1人で聞いてきたら。食べたらいい。そうね。彼らも終電までに特典を取って、うん、愛ちゃんだ、愛ちゃん、止まらないで、止まらないでって言ってたけどね、止まらない、頑張る、さっちゃんのって言うんだね、皆さん、黄色が可愛い、可愛いって言ってた、ホットケーキ、ろうそくもね、やったー、そう、完成見せたけど、ちょっと、焼き、これどう？だろう？こんにちは。なきゃいけないのね。あゆみみたいに落とさないって。気をつけてね。26本じゃないよ。そんなに刺したらね。カジカジ。カジよ。あと何枚ぐらいできるの？あと、3枚ぐらいかな。いい？これ。楽しいよ、この見た目。いいよ、これ。なんで嬉しそうだけど、あの子、うん、食べるよ、食べる、またピーポーピーポーしちゃうかもしれないけど、そう、あの子お腹弱いのよ。あのね、台湾とかにいるときにね、お腹が痛いみたいな、何食べに来る。びっくりしたね。びっくりしたよ。台湾はね、水とかもね、ちょっと弱いから、あれはね、台湾に私たちがいたときの、あの、あ、日本の、うん、びっくりしたね。みんな食中毒には気をつけてる。ちょっとケバブを食べて、うん、家帰って持って帰ってきたね、うん、それしよう、差し入れもらえた、うん、これいいかな、いいと思う、ゴーゴー、はい、あ、あ、あ、危ない、危ない、よいしょ、よいしょ、あ、あ、ちょっと食べてた、はい、されてますからね、そうそうそう、いい感じ、カリカリになっちゃった豚あ、もう2つはいけるかな、あれジュリア、よかった。パラパラパラで、形ちょっと私、うまそうって喜んでくれる、うん、何寝るとき、そう、なんかコツンってするのがジュリアの子か、でも硬くない、うん、細いね、細い、お前そろそろなんかくあ、なあ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 、いい感じよ、いい感じよ、うん、ちょっと周りにこう落ちてるのがビストロ感あるね。いい感じ。いい感じよ。多分もうみんな。チーズをつなぎのハンバーガーなんか。そう、あの串刺すやつでしょ。ね、かけ串。箸ぶっ刺しとか。美味しそうなんだけど。キャベツ少ないけどね。うん、ほぼ粉ですこれ。カロリーやべえなって言われてる。なあ。でもあの子カロリーないもの嫌いだから、そうだそうだ、ゼロキロカロリーの飲み物見てめちゃめちゃ、バンリマ仕事してたら12月5日4のリセール待ちだった、もう売り、マジ早っ、マジで言ってる、バンリマのにリセール待ち、追加されそうじゃない、ちょっとは、されそうは、されそうな気はする、うん、これもあと1段ぐらいでやめた方がいいかな、ただ配信のね機材がねあるからね、そうだね、
あ、なるほど。あ、すごい。いつか明日じゃないんだ。ね、白身。ああ、多分。ごめん、混ぜきれてなかった。間違いかな。でれー。うわ、怖え。熱い？大丈夫？行きたい気持ちだけどな。ちょっと行きたいけどね。ちょっと抑えていい？ちょっとギュッていう。あ、でもいい感じに。いい感じだよ、すごい。すごい。ちょっとね、そろそろ残り少なくなってまいりました。マヨネーズは多いっていうね。マヨネーズ。めちゃくちゃいい感じなんだけど、うん、どうしよう。いくら食べてもお好み焼き変化ないから、から下行っても左から右行ってもどこ。ケーキ何枚あるの？これね、食べて終わりだ、これ、うん、飾り付けフィニッシュで、ね、鰹節はもうない。つなぎで使ってお好みタワー、まずお好みタワー26、そうだね、さっきのお好みタワー、お好みケーキ、うわって言われちゃった。頑張れ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 、お客さんのタレでも使う。いけた、ソースいけたよ、いけた。関西どうなってたら関西弁なの。くたい、おいしそう。カロリーの塊、やばい、あすごい、マヨ多め。容赦、もう滴ってるマヨが、やばすごいね。うわ、一日で食べられるわこれ。食べるかな、あの人、うん、帰ってくると思うんだけどな。すごい今ね、マヨネーズの舌べちょって。これ2、何だった、7、ま、気をつけてね、気をつけてね。あ、重い。あとちょっとで誕生日迎えジュリアに捧げるお好み。みんなこれは、これみんな画像つけてツイートとかしたらダメだよ。これこれ、ダメだよ。ダメだからね。これはぜひ配信してほしいわけ。まだツイートダメだよ。これ怖いわ。ツイートしたらダメだからね。滑り落ちそう。やば。カロリー、カロリー。重たい重たい。重たい、カロリーの暴力。取りたいけど今配信してたわ。一個切ってもいいかも。写真、こことここ終わろうかね、はい。みんな続きを見たい方はメールームに集合だ。安原メールーム。じゃあ始まると思うから。これいる？ありがとう。特典頼んでくれた人もコメント。うんうんうん。どうしたらいい？ありがとうございました。じゃあ安原メールームへ。誕生日ケーキを作ってました。